今回はお餅で作る中華おこげ風の作り方を紹介します。お正月で余ったお餅は普段の食べ方に少し安くしたなんて方に食事として成立するお餅を使ったアレンジレシピを紹介いたします。揚げたお餅を温めた土鍋に入れて熱々のあんかけをつけるとパチパチとした音が楽しめる料理です。家族の食卓でパフォーマンスとして使ってもお子様たちなどに喜ばれるのではないでしょうか。それでは作っていきましょう。材料は豚バラスライス 100g、 お餅4個を1/2のにカットしたもの、下茹でしたブロッコリー2個、タケノコ本気で、レンコン2枚、チンゲンサイ 10g、 ニンジン2枚、椎茸1枚、ネギ 5g、 生姜の角切りスライス 5g です。鍋の油を160度くらいに温め、お餅を揚げていきます。大体1分くらいで揚がります。1分くらいしたらお餅がふっくらとしてきて表面がうっすら茶色くなれば OK です。油から仕上げてしっかりと油を取ります。こんな感じで揚げ上がります。揚げ油を切ったらそのまま豚肉を炒めていきます。豚肉は赤いところがなくなるまでしっかりと炒めます。豚肉はお好みの部位で構いませんが、バラ肉が柔らかく油から旨味が出るのでおすすめです。このお肉から出た旨味が餅に染みて美味しくなります。ここで豚肉はしっかりと炒まっていないと臭みが出てしまうので注意します。このくらいに炒めれば OK です。生姜スライスを入れて炒めます。まずは固めの野菜のタケノコとレンコンを入れて炒めます。ブロッコリー以外の野菜を全部入れて炒めていきます。紹興酒または酒大さじ1、マレアダから香りが出るようにして入れていきます。醤油大さじ 1.5 も同じようにして入れていきます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 300cc 入れます。野菜の甘みを引き出すために砂糖を少量入れます。ここから1分ぐらい煮込みます。ここでブロッコリーを入れます。茹でてあるので初めから入れるととろけてしまうのでこのタイミングで入れます。
水溶き片栗粉大さじ 1.5 を2回に分けて入れてとろみをつけます。一度に水溶き片栗粉を入れるとダマになったりしやすいので2回に分けて入れます。ごま油を回し入れ香りをつけます。最後に軽く混ぜ合わせれば餡の完成です。ぬなりに油を少量入れ温めておきます。温めた土鍋に揚げたお餅を入れていきます。その上からあんかけをかけていきます。この音が食欲をそそります。これでお餅で作る中華おこげ風の完成です。熱々なので食べると体の芯まで温めますので寒い時期にはおすすめです。詳しいレシピとお餅の栄養効果はブログに書いていますのでそちらを確認してみてください。ブログのリンクは概要欄に貼っておきます。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。